株式会社インフォプラスは新宿区に本社を置く独立系ソフトウェア開発企業である。特に e コマース事業者の支援にフォーカスしサイト構築から運営代行まで行っている。キャッチコピーはこんなこといいができたらいいなを一緒に作る。株式会社インフォプラスは2例鋼鉄がサムシングニュー ICT で新しいものを創造し続け100年続く。 企業として社会に貢献していくことを理念として、2018年2月に新宿区で創業した。新宿に本社機能を置くが、他に福岡にも開発と制作の拠点がある。e コマースという業態のスタートアップから成長ステージでのコンサルティング、EC プラットフォームなどのソフトウェア開発、クリエイティブ制作などの運営代行まで、 e コマース事業者に向けたソリューションを提供している。EC プラットフォームではカスタマイズ可能な EC4U やクロスコマースを提供。楽天市場で A、B テストのできる AB テスタ4楽天市場やコンサルタントの一部ノウハウを無償公開するセールリマインダなど独自にシステム開発を行っている。また、e コマース事業者の計画立案から制作、 サイト解析までを支援する運営代行、ショップサービスがある。独自ドメインの EC サイトでもサードパーティーが提供する EC プラットフォームや EC キューブなどのオープンソースソフトウェアを利用する場合があるほか、サイト内検索エンジンなどのソリューションは内外パートナーシップにより統合する。また、機関システムやペイメントゲートウェイなどとの データ連携インターフェース開発を積極的に行い、システムの全体最適を図る。アマゾン、楽天市場、ヤフーショッピングなど主要なオンラインショッピングモールでの店舗運営支援からデータ連携も行っている。オンラインショッピングモールでは、商品詳細ページでの画像の見え方よりも、検索一覧やランキングで見えるサムネイル画像を優先して、 商品画像は作るべきと言われており、AB テスタを用いた検証事例も公開されている。オンラインで消費者の購買意欲を刺激し、商品を効果的に売り込むために、EC サイトにおける商品画像は重要なファクターとなっていることは、データでも裏付けられているということで、AB テスタと他社のツールも交えた実践方法も紹介されているが、勘に頼らずツールを用いて、 データ駆動で改善を行うのも特徴である。代表者の経歴カテゴリー、日本の情報、通信業日本のインターネット企業インフォプラス。ありがとうございます。